恐れながらお話ならば染谷の蒼太と。村尾さを探しておる蒼太だ。あなたが音に聞くクロード。村の者が避けるぞ。なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく。我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病とそして飢えです。太刀では抗えません。それでよいなら承知した。どうも気になる。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただしあまり近寄らぬよう。何者だ。どうか来てください。なぜ隠れる。俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方がよいかと。この村は何だ。ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤さんの蒼太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる。女物の布切れだ。血の手形に爪の跡。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。死んだのか。凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが、皆男切られておる。とか何かが吊るされておったようだ。この村は何だ。大勢が村から出た。何者かが村を襲い生き残りを連れ去ったようだ。だがどこへ。こっちに行った。あれは何だ。両手を縛られ逃げようとしたが切られたようだ。むごいことを。足跡。この方向で間違いない。百姓の家に逃げ込んだな。猛虎だ。さらわれた者は無事だろうか。
戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男のムクロがあったぞ。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。あやつらめ、見過ごしてはおけぬぞ。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある。急げ。一体何事でしょうか。お主、測ったな。何のことでしょう。村の女から全て聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。全て私の案、罰は私一人に。よし、心得たぞ。ダメだ。ソータ、己らも佐護から消えろ。戻ればソータに会わせてやるぞ。行け。これは何があったのです。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。